さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。見てください、最近親戚が子供生まれたんです。私も子供好きなんで毎日のように送ってきてくれるんですよ。あらほんと可愛いわね。男の子かしら。蘭子先輩と伊代さんは子供欲しいとか思いますか？そりゃ欲しいよ。まあでもまずは相手を探さないとね。ほんとそうね。私は蘭子ちゃんたちに置いてかれないように頑張らないと。やばい、すっごく会話の内容が気になる。お、権力さん絶対気になってるだろうな。よし、私が代わりにいろいろ聞いてあげようと。伊代さんはいつまでに結婚したいとかありますか？私はいつまでとかはないけど、子供のことを考えたらやっぱり早めの方がいいわよね。最悪相手が見つからなかったら誰か引き取ろうかしら。大丈夫ですよ、伊代さんだったら絶対いい人が見つかりますよ。でもそうですよね、子供のことを考えるとなるべく早い方がいいですよね。いつまでも待ってるだけじゃ婚期を逃しますからね。こうしちゃいられん。イオが他の男に取られる前に。イオ、今晩よかったらご飯でも。すいません権力さん、なんか子供たちが話があるって。違う、今から子供を作る方の話を。はい、何言ってるんですか？いつもよく行く駄菓子屋さんで子供が万引きしてる。おばちゃんも注意してるみたいなんですけど全然聞いてくれなくって。なるほどな、子供がやってるとはいえど犯罪には違いないからな。こりゃ俺たちが直接注意しに行って保護者の人を呼ぶしかねえな。そうですね、もしかしたら何か理由があるのかもしれないし。というわけで権力さん、私たちちょっと駄菓子屋さんに行ってきます。お二人は交番でゆっくりしててください。あ、駄菓子何か買ってきますね。あら、そう、ごめんね。まあ大きな事件じゃなさそうだし大丈夫よね。よし、その間にイオをご飯に誘うぞ。ちょっと定常先輩、俺たち放置すんのやめてください。うわー、なんか懐かしいなこの雰囲気。子供の頃を思い出すよ。先輩もよく駄菓子屋来てたんですか？そうだな、100円握りしめてよく来てたよ。懐かしいですね。なんだか仕事ということを忘れてしまいそう。しゃあねえな麦田、今度仕事が忘れるくらいのすっげーエロい。言って、ふたわちゃん最近すぐ叩く。麦田くんをそっち側に連れてっちゃダメ。それで君たち、まさきくんって子はどこにいるんだい？あれ、おかしいな、さっきまでいたんだけど。おまわりさん、駄菓子屋のおばちゃんに聞いてみたらいいよ。仕事で来てるとはいえなんかいろいろ見たくなるな。すみません、警察なんですけれど、ここで万引きが多発してるというのを聞きまして。あら、もしかしてまさきくんのことかしら。あの子たちわざわざ警察に言ったのね。もう勝手なことを。だっておばちゃん、ダメなことだよ。まさきくんは悪いことしてるもん。そうだよ、私たちはお金払ってるのにまさきくんだけずるいよ。なんか訳ありな感じですかね。おばさんも盗んでるのを黙認してるのかな。いくらお店側が許してたとしても犯罪には変わりないですからね。子供たちには悪いことは悪いってちゃんと教えないと。それでそのまさきくんはどこにいるんですか？なんだよ、俺になんかよ。あ、君がまさきくん？ダメでしょ、お店のものを勝手に盗んだらお金を払わないと犯罪だよ。そんなの知らねえ、捕まえてみな。あ、こら、待ちなさい。おい、蘭子、相手は子供だぞ、ほどほどにしてやれよ。こら、おとなしくしなさい。へ、やだよ。お姉さん、ちょっとうるさいよ。あ、パンツ黒だ。ちょっと君、何してるの？いいぞ悪ガキ、前だけじゃなくて後ろも行け。のべくん、さっさと捕まえなさい。いてててちょっと蘭子先輩、暴力反対。おい、遊びに来てんじゃねえぞ。まさきくん、今日もお母さんはお仕事で忙しそう。まさきくんが悪いことをしたらお母さんもすごく困るわよ。来ないよ、お母さんは俺のことなんてどうでもいいんだよ。だったら呼んでみろよ。こんなところで万引きしたってお母さんは絶対に来ないよ。じゃあね、おばちゃん、おまわりさんもバイバイ。
お母さんが働いてるってことはもしかして母子家庭ですか？はい、まさきくんはお父さんがいなくってお母さんが一人で育ててるんです。多分まさきくんはお母さんがお仕事で忙しいから構ってもらえなくって寂しいんだと思うんです。なるほど、それで悪いことをしたらお母さんが呼び出されるから構ってもらえると思ってるのか。難しいですね、子供の心は。決して悪い子ではないんです。おまわりさん、私からも注意しておくので今回は許してあげてくれませんか？わかりました。また何かありましたらご連絡ください。おい、ランコたち、いつまでやってんだ？ふう、最近双葉ちゃんとランコ先輩に叩かれること多くなってきたから、防弾チョッキならぬ防弾帽子に変えてよかった。おばちゃん、そろそろお店閉める時間だよ。今日はおまわりさんが来て疲れちゃったのかな。なんだよ、おばちゃん寝てんじゃん。ってことは盗み放題だな。ダメだよ、まさきくん、またおまわりさん来るよ。ふん、うるせえ、そんなの知ったこっちゃないね。いやあ、僕、お金に困ってるのかい？よかったらおじさんがお金をあげようか？なに、誰おじさん、お菓子だったら別にいらないよ。違うよ、こんな安いお金じゃなくってもっともっと大きなお金だ。特別に君にプレゼントしよう。ランコ先輩、そろそろ許してくださいよ。先輩、あの子供なんだか心配ですね。まあまあ、男の子なんてやんちゃな時代が絶対に一つや二つあっただろう。俺だってよくヒーローものに憧れたりしてたからさ、無駄に物壊したりしてたよ。おまわりさん、大変です。まさきくんが知らない人とどっか行っちゃったよ。え、どういうことですか？一体誰と？それが私、うっかり寝てて全然見てないんです。なんかね、スーツを着た人でお金をあげるからついてきてって。まずい、これは誘拐の可能性がある。すぐ行こう。日本のガキはよく売れるからな。金に困ってるガキは一番扱いやすい。おい、そこのお前、待て。先輩、この子まさきくんです。話はじっくり向こうで聞かせてもらうぞ。誘拐犯として逮捕する。なぜここがわかった？はっきり言って今回はデカの勘ってやつだよ。最近うちのやつも船で連れて行かれそうになってたからな。桜町にやべえ警察がいるって聞いたけど、まさかここで会えるなんてな。へえ、お前たちの世界でも有名になってきたもんだ。言っとくけど、俺たちがいる限り桜町では悪さはさせねえぞ。大丈夫まさきくん、すぐにほどくから待ってね。なんで邪魔すんだよ。どうせ俺なんてここにいても誰も心配しねえんだよ。それだったらどっか遠くに行った方がマシだ。まさき、大丈夫？怪我はない？もう何心配させてるのよ。お母さん、仕事は大丈夫なの？バカ言ってんじゃないわよ。仕事なんかよりあんたの方が大事に決まってるでしょ。だっていつも駄菓子屋で万引きしても何にも言わないじゃん。それは駄菓子屋のおばちゃんが優しいから許してくれてたのよ。私が仕事で忙しいのもあの人は知ってるから。お母さんごめん、本当はお金たくさんくれるって言ったからついて行ったんだ。そしたらお母さんも働かなくていいかなと思ったから。バカね、あんたのためだったらいくらでも働けるわよ。でも寂しい思いをさせてしまってるみたいでごめんね、まさき。あの子だったらこれからも大丈夫だな。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。